よろしくお願いします。一人コントやらせてもらってます、あばれる君です。コント、蕎麦屋の出前。ここの何号室に届ければいいんだ。あ、もしもし、おやさん、言われた通り出前先の住所に着いたんですが、でっかい団地でした。ここの何号室に届ければいいんですか。わかんないんだったら今すぐお客さんに電話して確認してください。蕎麦が伸びます。今忙しいから無理って、冗談はその角刈りだけにしてくださいよ。うちの蕎麦屋が忙しいわけないでしょ。もしかしておやさん、注文取るときまた住所と電話番号メモするの忘れたんすか。おやっさん、そのミス何回目。何回も言ってるじゃないですか、出し取る前にメモを取れって、ネギ刻む前に文字刻めって。この前だっておやっさんが言ってた住所間違えてて、俺の直感で届けたんですよ。おやっさん、おやっさん、切りやがった。こうなったら自力で見つけ出してやろう。すごい、ベランダ見た感じ100部屋以上あるよ。団地の皆さん、蕎麦です。蕎麦屋の件です。ここで蕎麦頼みそうな人知りませんか。次々窓が閉まってく。オセロみたいだ。あ、そこの布団干してる奥さん、この団地で蕎麦頼みそうな人知りませんか。奥さん、畜生、おやっさんのせいで何の罪もない人を驚かせた。この罪を重いよ、おやっさん。そうだ、おやっさんが言ってた蕎麦打ちは考えるな、感じろって、何号室なんだ。あ、蕎麦頼んだお客さん、ここの駐車場に蕎麦置いときます。お代は結構です。またのご利用お待ちし、ダメだ、あのカラス絶対このそば狙ってる。しし、しし、あああああああ、くそ、集まってきた。ダメだ、あの小学生もこのそば狙ってる。君、このそばは絶対食べちゃダメなんだよ。これは大切な商品なんだ。え、じゃあなんでここに置いてくのって。畜生、クソガキに一撃で論破された。こうなったらポストにそば一本一本入れてやろう。それなら最悪ポストに届けましたって言い訳聞くよ。あっちあっちあっち、出汁も入れてやろう。見せ物じゃねえぞ。え、蕎麦頼んだお客さんですか。お待たせしました、きつね蕎麦、麺なしになります。どうもありがとうございました。